い昔のお話です。小さな村の片隅でフォルトナは生まれました。生まれてからずっと彼女は泣き止みませんでした。やがてその嘆きの声は多くの人々を苦しめていきました。このままでは嘆きで世界が覆い尽くされてしまいます。100年経てばフォルトナはいなくなるだろう。そう考えた人々は生きる希望を遥か空の彼方へと託しました。地球という名の箱舟から逃げ出す人々、そして一人ぼっちになったフォルトナは息絶えるまで泣き続けました。こうして古き世界は終わり、新たな世界が始まりました。